ハードウッドプロ豆知識、耐久性で選べばパラーシュー産板ウバ。一級建築士のよっちゃんです。ハードウッドプロ社長のカリアです。ハードウッドの豆知識をお伝えします。ハードウッドの中でも、板ウバは家庭で使うにおすすめなんですよね。そうですね、板ウバは油分を多く含んでいてささくれがなくてトゲが刺さらないんですね。ですから小さなお子さんがいたり、まあ、ウッドデッキの上をスリッパや裸足で歩いたりするお宅にはとっても向いているんです。あ、産地によって品質に差があるんですか？はい、マットグロッソ州産とパラー州産のものが出回ってるんですが、マットグロッソ州産のものよりもパラー州産の方がものすごくいいです。マットグロッソ州産の板ウバの方が良いと言われてますが、違いますよね。そうなんです。パラーシュー産の板ウバは黒い斑点があるもんですから、マットグロッソ州産の板ウバは斑点がないということで一見綺麗だというふうに言っている販売店がいっぱいあるんですけれども、実際油分というのはこの黒い点が証明なんですね。ですから黒い点がないということはスカスカで、弱いということなんです。一般的に言われているのはマットグロッソ州の土壌の板ウバの特性は軽い、油分が少ない、斑点模様が少ない。パラー州の土壌の板ウバの特性は重い、油分が多い、斑点模様が比較的多いということです。木材の密度を示す比重もマットグロッソ州産よりパラー州産の方が 10% 以上高く丈夫です。マットグロッソ州産の板ウバが本物ですよと歌っているサイトがありますが、そうではありません。斑点模様が少ないので見た目が良いと高品質を強調しますが、油分がない証です。斑点模様が少ないということはスカスカで油分が含まれていないということなのです。ウッドデッキは通常ささくれやトゲ、割れを予防するために 4,5 年に一度は塗り直しのメンテナンスが必要ですが、木自体に油性分が含まれている板ウバであれば、塗り直しのメンテナンスがいらないんですよね。それは30年以上ノーメンテナンスで持つパラーシュー産のウッドデッキの場合だけなんですね。マットグロッソ州産の板ウバの場合は、油分が少ないので、30年以上持つということはありません。ハードウッドは日光に当たると徐々にシルバーグレーに変色します。板ウバも日焼けすると一旦木の色が濃くなり、それから色の退色が始まります。ですのでウッドデッキを作った当初は斑点模様が気になる方がいても、2週間から1ヶ月ほどすると斑点模様が目立たなくなります。斑点模様が目立っていたとしても本当に最初だけであれば油分の方多い方が得ですよね。あなたは耐久性を取りますか、それとも見た目を取りますか？耐久性があるのは油分の証、斑点模様のあるパラーシュー産の板ウバです。1ヶ月ほどで気にならなくなる斑点模様を気にして、斑点模様が少ない、つまり油分が少なくスカスカで耐久性の低いマットグロッソ州産の板ウバを選択するのはもったいないことです。作った後のことを考えれば塗り直しのメンテナンスが不要で丈夫で長持ちするパラーシュー産の板ウバがおすすめです。ご視聴ありがとうございました。今の動画の詳しい内容をお知りになりたい方は左上のバナーをクリックしてください。ハードウッド豆知識の他の動画をご覧になりたい方は右下のバナーをクリックしてください。チャンネル登録は左下です。